ジャイロコンパス船に搭載されたジャイロコンパスジャイロコンパスは高速回転するコマの運動を用いて方位を知る道具である。天輪ら審議ともいう。現在は500トン以上の船には設置が義務付けられている。なお、航空機の飛行方位計のようにジャイロスコープの方向を保つ性質のみを利用し方位に対して 自己修正する性質を持たないものについても、ジャイロコンパスの語が使われることがある。1889年に、ヘルマン・アンシュツ・ケンプ兵が作った、ジャイロコンパス高速回転するコマが、回転軸の方向を保とうとする性質と、自転する地球の表面において、回転軸を水平に保った場合に、ジャイロ効果のジャイロモーメントにより、ジャイロスコープの回転軸が、 地球の地軸と平行に向く作用を利用する。ジャイロコンパスは起動するときに、方位磁石などを参考に、北の方に、ジャイロ軸を向けて、回転を始めると静止点を中心として、水平、垂直両方向に、減衰ぶり揺らを繰り返して、真北を向いて静止する。制定までに時間がかかり、ジャイロコンパスの制定方式にはいくつもの特許と、技術があり、 軌道から制定までの時間は、時代が進むほど、大幅に短縮されているが、昔は制定までに数時間を要していた。最初の発明は1885年にメロネス、ジャールダス・バン・デンボーズが取得した特許である。実用化したのは1906年に、ドイツで、ヘルマン・アンシュッツ・ケンプフェが発明したもので、ドイツ帝国海軍で広く使用された。ケンプフェは、 ジャイロコンパスを大量生産するために、キールに、アンシエッツ &CO を設立した。後ので、レイチャナンスフツ社である。アメリカでは、エルマー・アンブローズ・スペリーが、実用的なジャイロコンパスを製造して量産するために、スペリー社を設立した。この装置は、アメリカ海軍に採用され、第一次世界大戦で主要な役割を果たした。1923年、マックス・シューラーは、 ジャイロコンパスが84.4分の振動周期を持つようにシューラーチューニングされている場合は横方向の動きに鈍感になり方向安定性が向上することを発見した。ジャイロコンパス制定までの所要時間。ありがとうございます。